急げ森の図書館が始まっちゃう。急げー急げー。今日のお話は果物パクサク彦坂ゆき森と泉果物パクみかんを。 むきましたパクバナナをむきましたパクぶどうをむきましたパク メロンは切りましたパクリンゴはそのままガブさあ、いちごは にのせて。もう一枚に。クリーム塗って。いちごサンドの。出来上がり。パクック。おしまい。ああ、面白かった。うん、楽しかったね。 森の図書館の時間だよ急ごううん、急ごう今日のお話はゾウちゃんとネズミちゃん作三浦太郎ゾウちゃんは大きい赤ちゃんですがお友達は小さいネズミちゃんです ゾウちゃんは大きい赤ちゃんですが、小さい絵を描きます。ネズミちゃんは小さい赤ちゃんですが、大きい絵を描きます。ゾウちゃんは大きい赤ちゃんですが、小さいお花を摘みました。 ネズミちゃんは小さい赤ちゃんですが。大きいお花を摘みました。大きい象ちゃんと小さいネズミちゃん。二人でお相撲。八卦多い残った。出ました。ネズミちゃんのこちょこちょ攻撃。

まだかな。僕、スタンバイオーケーなんですけど。スズメさん。お待たせしました。今日のお話は。虹色の羽。さく。名取雄一郎。お空に虹を見つけたよ。 もっと近くで見てみたい。わあ、ここならよく見えるよ。大きいなあ。ああ、虹色の蝶々だ。ついていこう。大きな虹二つもある。 消えちゃった虹色の羽を見つけたよとってもとっても綺麗だな大切な羽見せたいな消えないうちに 急げ。急げ。誰に店に行くのかな。頑張れ。頑張れ。ふうお家に着いた。これが虹だよ。綺麗でしょ。おしまい。 あ、赤ちゃんに見せてあげたんだ。森の図書館始まるよ。うわーい。今日は何のお話かな？今日のお話は撫でて撫でて。え、日の熊美咲。文西川俊光。 猫ちゃんごろごろ甘えているね。なでてなでてふわふわワンちゃんくんくん甘えているね。なでてなでてもこもこ。 ワニさん、体がとっても硬そう。なでて。なでて。ごつごつ。タコさん、手と足、いっぱいあるね。なでて。なでて。 トゲトゲすごいねハリネズミさんなでてなでてそうっとねチクチク赤ちゃんかわいいほっぺがぷっくりなでてなでておしまいえ僕、ー、の場合はつる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  お花の椅子で絵本を聞こう今日のお話は風して遊ぼう咲く春の舞風船を膨らまそうせーのふーぽわ シャボン玉で遊ぼう。せーの。ふー。ぷかぷか。ふわわ。ラッパを鳴らそう。せーの。ふー。いい音出たよ。ぷっぷっぷ。 熱々スープを冷まそう。せーの。ふーほっかほっか。食べごろ。いただきます。痛った。ずっこけた。せーの。ぴゅー,ピューン。痛いの。バイバイ。さようなら。 花びら集めて飛ばそう。せーの。ふー。ひらひらりーん。また遊ぼうね。おしまい。ふーして遊ぼう。ふー。